2014年に、クリミアは独立しました。これはプーチン大統領が住民投票をしたわけです。ロシア系住民たちが全員独立を望んだ。まあ、それによって国際法の手順を踏んだということになって大きな問題にはならず、これは独立が決まったわけです。そもそも昔のクリミア戦争というのがあって、エカテリーナ2世の愛人がおったわけです。それがポチョムキンというこの東部南部のロシア軍の総司令官。ポチョムキンとエカテリーナ2世は恋愛して何百通のラブレターを交換した仲であって、特に多くの愛人がおったエカテリーナ2世、一番気に入ってたのがポチョムキン総督、この総司令官を気に入ってたわけ。だからそこで黒海艦隊というのがエカテリーナ2世の時にクリミアで出来て、その戦艦の母港になったわけ、クリミアが。そこで今の巡洋艦旗艦モスクワが沈没した。このことについてアゾフ連隊がミサイル撃ったという話は消えてるでしょう。今原因がわからないから、原因がもう分かってるのはロシア軍の中のモスクワに乗ってる乗組員がやはり自分でテロをやったわけでしょ、火をつけたんでしょ。燃えたのは火薬庫の爆弾に移ってバーンと内部から爆発されたから沈没したわけ。だから私が旗艦巡洋艦モスクワ沈没と聞いた時に、あ、これはスパイだなと、テロだなと、その船員の中の誰かがスパイで火付け役で工作員が爆発で爆弾に火をつけて爆発された自爆テロだと、絶対にそれが当たってるから今ロシア側もかっこ悪い、自分たちはやってないのにやったいうのもかっこ悪い、どっちもバレることだから。だからそういう形でですね、誰がそのやったかというのにはアゾフ関係のスパイがモスクワの中に潜り込んだと、旗艦モスクワの中に潜り込んだと。でアゾフ連隊のいわゆる、まあ、スポンサーの一人のオルガルヒのウクライナの実力者ポチョムキンじゃない、アトメドフ、このいわゆるオリガルヒが金を出してるから、この系統じゃないかとも言われてる。だからこの一番やはり暴力団を集めてるのには資金がいる。もちろん CIA が出してる多くの金は CIA が出してるんだ。オリガルヒ、ウクライナのオリガルヒも出してるわけです。
だから国会議員のほとんどのスポンサーになってるわけですね。リナとアトメウフ。このアトメトフいうのが金を出している可能性が強い。まあ、私はということで、機関モスクワの沈没については、その後全く情報が止まっているわけです。なぜ止まっているのかと。ロシアが分かってんじゃねえかと思う。自爆テロにやられたと。火をつけたのは、ね、いわゆるオリガルヒのメンバーであり、そしてこの人たちはユダヤとウクライナの両方の国籍を持つ、またモスクワにおるいわゆるオリガルヒのほとんどもモスクワとロシアとイスラエルに国籍を持つ二重国籍のユダヤマフィアだと。ユダヤでも亜種系なユダヤマフィアだと。まあこういうふうに私はまあ分析しているわけです。だからものすごくこのプーチンにとっては自分たちの中にいわゆる CIA と連絡を取り合う裏切り者のオリガルヒもおるわけです。今それを見つけてはバンバンいろんな形で殺してるだろうと。それからプーチンはその自分たちの内部の中に裏切り者がおる。FSB の中にもおる。第五国を任しておったセルゲイというその局長も裏切っとったと。ショイグ国防大臣も半分裏切っとったんじゃないかという疑いが持たれ、ショイグを毒殺して殺すという話もあったんだけれども、その時期にショイグは北京に行ってると。亡命する気で行ったのか、助けを求めて行ったのか、それとも心入れ替えてプーチンに従う、そして匿名を受けてロシアの今のウクライナの戦場へロシアの応援団として今のロシア軍は限界があるから周辺から集めた今北朝鮮の労働者が6万人ロシア領内で働いている、これを全部ウクライナに向けるか、そして中国の弾薬を平壌から運ぶか、これちょいちょいがこれに絡むか、そういうこの動きがこれだからあったわけです。だからショイグ国防大臣はプーチンともう一回二人三脚でこのウクライナ作戦を達成しようという固い男の約束ができた。そして密命を受けて隠密行動で北京へ行ったということも十分考えられる。そして昨日二千実学大学の山口教授が言ったように、もうすでに第一弾の支援兵器は弾薬はコンテナに積まれて北京からずっと
平壌、そして、鉄道の、ロシア鉄道に、もうレールに乗って進んでおる。1週間ぐらいでもうウクライナに着くだろうということも、もう始まっておるらしいから、ショイグ国防大臣はそれを果たしてウクライナ作戦を9月9日までにプーチンの気に入るような、そして前回私が申し上げたように、いわゆるドニエストルまで完全に独立方向で何らかの結論と、ウクライナの旗を下ろしてロシアの旗を立てる、これに向かっておるのではないだろうかと思っております。